最初にシュート。外国語と言っていいくらい。高騰の米。これでは困る。そこで古い時代から、生み出されてまいりましたのが、その当時の中国語の標準語を緩和というのかと申しますと、これはやはり当時には都市の出身者で官僚になっているものもおります、この広東出身の官僚と、蘇州出身の官僚、この2人が、どうしても会話をしなければならなくなる必要が生じてまいります。こういう状況の下で、どうしても共通の言葉、共通の話を、今我々が普通習っているいわゆる中国語というのも北京の言葉を標準にしております。うわと呼んでいるかと思います。したがって、白話小説と言いますのは、この口頭で話される場合は、こういうことになるわけです。整理いたしますと、中国には話し言葉に方言と漢話という2つのレベル。
他の世話物は小説としてまとめられている中で、節短文、すなわち三国志の話は、別に。